では続きをやっていきます。ですね、次やることはとりあえずお金はあるんだけど開発をねしていこうかなと思います。研究をね優先的にやっていこうかなと思っているんですけど、次はねお金が今やっぱりないんで、こういうのをね、で次戦うのは宇都宮なんで、宇都宮はですね弓が強いんですね。自分は弓が強いんで、やっぱり馬も欲しいし、馬も欲しいんですよね。牧場をね作れるようにしておきましょう。で研究はもうこれ以上、進行でこれができますね。これも重要です。であと開発をね3人で2個ずつ、とりあえず今気がかりのは市場です。同盟がね、同盟国が攻撃されてないか、右上のねちっちゃな日本地図を見ながらやっております。30人になった。浪人がたくさんやっているんです。強くなれば強くなるほど浪人が現れやすくなると僕は思っているんだけどね。金がないけど、あとは何を建てるかな。乗船所がないね。工房。あ
とはね、ちょっとこっちの方に立てといて、お金が貯まったらね、ここに市場を立てようかなと思ってんだけど、ここにこういうところに見物なんか建てると、その影響でね、ここにね市場が建てられなくなることもあるんで、ここはちょっと建てるのやめ、お金もないんだけどね、ちょっと歩兵ができないんで、お金をちょっと作りましょう。あとね、やっぱり同盟国がね攻められるのが怖いんで、一部隊は向こうに持っていっといて、まあまだ今攻められてないんだけどね、弱いんですよ同盟国が。同盟国がやっと1万2000になりましたけど、 4国にこことあと1国ここに挟まれてますからね、弱々しいんですね。早く自分が強くならないと。おお、金山発見。東洋お金が貯まったら登用する。まずここに市場を建てる。さあどうしようかな。市場をここにまず建てます。ここか。ちょっと余裕がないな。こっちに建てるか。ここに建てよう。ちょっと予定変更。あとね、細かい道はね作っておいた方がいいよ。例えばね、ここからね、お城から直接、ここからね、こういうふうに行けるようにしとくか。ちょっとした近道なんだけどね。まあ、こっちはいいかな、こっち側は。
金に余裕があったらここにもね市場を作りたいんだけど、増えてるね。そうだね。あ、なんかこう、なんか起きてる。あれ起きてないか。何も起きてない。こっちで起きてんだ。武田家、あ、武田家の勢力が大きくなってる。とにかく今市場を立てて、でここもですね担当、この人に任せよう。まずここにここの半分を持ってくる。ここの半分もここに持ってきて攻めに行こうか。お金が余裕あったらこっちにも城を作って、こっちはこっちを奪うかなと思ったんだけどね、時間がかかりそうだからね。で一旦ここでセーブしといて、時間なるべくね急いでやった方がいいんですね。なんで、まずこっちから半分持ってくる。大山城、大山城に全員引っ越し、お引っ越し。でこっちからも半分兵力をこっち持ってくる。全員こっちに、この人が、この人にねちょっとね仕事をしてもらおう。ここ道ができてないから、同盟国がやられてないから心配なんだけどね。大丈夫そうだな。
ウォーター城の近くに牧場を作っておこうか。牧場、牧場担当、政治力、ここで一旦セーブ。まずは部隊をこう攻撃しに行ってもらって、道も作ってもらおう。足止めを食らっている。同盟国が攻められていないかもチェックしながらね。歩兵ができるようになったんで、歩兵古賀城の方にも色々やりたいことがあるね。巻き場をね、これもやりたい。まあここの余ってる人を連れて行ってもいいんだけどな。太田城の方にこの人も連れて行って、古賀城の方にも人を連れて行こう。ちょっとね、
繋がってないのか道は。ああ、もう繋がってるんだ。じゃあちょっと攻撃してみようかな。勝てんのかな。ちょっと心配なんで応援部隊をこっち、とりあえずここをやっつけに。この人は一応作ってもらおう。あ、ちょっとここ攻撃されたくないからな。やられちゃうかな。やめとこう。城に帰還いたす。ちょっとご飯がないな。あるか。ご飯が足りないような気がするんだよな。
どうなんだろうな、この戦い。9月になる寸前にですね、こっちは歩兵ができるね。これでご飯がたくさんになる。が来てる。太田城から太田城からちょっと兵力を一回引こうかな。こいつを叩きにこっちから行って一回引こう。
体制を整えよう。退却。同盟国だ。同盟国になってたのか。同盟国になってきたのか、それとも戦いに来たのか。戦いに来たんじゃないな。